こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私がやってきたのは、東青梅駅。青梅じゃなくて、青梅だよ。で、おなじみの青梅市でございます。青梅と青梅は、直線距離で 50km 離れていて、電車だと1時間半以上かかります。もしも、青梅と間違えて青梅に来てしまった、みたいなことがあると、ほぼ取り返しがつかないので、くれぐれもお気をつけください。というか、皆さんが休日に行くご予定があるのは、お台場のある青梅で、ほぼほぼ間違えないでしょう。東青梅駅周辺はご覧の通り、完全なる住宅街で、西多摩地区最大のマンション地域になっています。車がなければ生活しにくいかな?と思いきや、そんなこともなく、駅周辺にスーパー、コンビニ、おまけに市役所や福祉センターなどの公共機関も固まっているので、車がなくても問題なし進宮。そんな東青梅駅から新宿までは、青梅線一本で約50分。一昔前ならこの距離でも、皆さん通勤していたんでしょうけど、今の時代、通勤に片道1時間は、ちょっと億劫に感じますよね。なので東青梅駅におすすめなのは、ズバリ、リモートワークされている方。普段は自宅で働いて、休日だけ都心に出る、みたいな生活スタイルを送れる方には、こののどかな街並みが、ぶっ刺さるのではないでしょうか。それに、ここまで都心と離れていると、家賃がまあ安い。引くほど安い。これからお伺いするお部屋の家賃は、なんとびっくり。驚異の2万円台です。共益費を含めると、3万円になるのは、ここだけの秘密なんですが、それでも、超、安くありません。しかも、当チャンネルでこれまで紹介してきた、立って半畳、寝て1畳、風呂なしトイレ共同で、壁を隔てたお隣さんの、息遣いが聞こえてきそうな、家賃激安環境激ヤバな物件、では、な、間取り図を見た感じ。かなり良さげ。築年数が32年であることを加味しても、都心ではまず出会えない、一品である可能性は高いです。と言ってる間に目的地に到着しました。こちらが東青梅駅徒歩7分の、東京で今一番コスパがいい家賃2万円台の謎物件です。結構大きなマンションですね。多少年季は入っていますが、築年数32年とは思えません。もしかしてリフォームされてるのかな?だったら最高。目の前がもろに線路なので、果たして騒音対策がどれほど整っているのか、要チェックです。エントランスはオートロックになっていて、渡り廊下からの眺めはこんな感じです。ちょうど電車がやってきました。さすがに渡り廊下にいると、音がダイレクトに響きますね。それゆえ騒音対策が気になります。そして本日お伺いするのがこちらのお部屋。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。玄関は一人暮らし用のコンパクトな玄関で、6段の縦長シューズラックがついています。玄関を上がった先にあるのが、洗濯機置き場。結構広く場所が取られているので、大きめの洗濯機も置けそうですね。突っ張り棚を設置すればもう完璧。そのお隣には電気温水器と、キッチンが並んでいます。キッチンはいかにも一人暮らし用のもので、IH の一口コンロとシンクが、ゼロ距離でした。その上には小型の水切り棚と、2段の食器棚がありますね。シンクの下を見ると、小型の冷蔵庫が備え付け。家賃2万円台で冷蔵庫備え付けは、小型とはいえ、なんだかお得感ありません。キッチン下収納はこんな感じ。キッチンの向かいの扉を開けると、水回りでした。トイレ、洗面台、浴槽がセットになった、3点ユニットバス、当チャンネルでは意外と見かけないので、私が見るのも結構久しぶり。ワンちゃん、セパレートになっていることを期待したのですが、
家賃2万円台だから、ここは多めに見ましょう。幸い、徒歩10分の距離に、川辺温泉、梅の湯さんがあるので、私だったら普段は銭湯通いにするかな？その方が掃除が楽ですからね。そして、こちらのすりガラスの先が、皆さんお待ちかねの、リビングです。ここまでをさらっとまとめると、ザ、一人暮らし用の設備が、コンパクトに整えられた印象でした。3点ユニットバスなのが惜しまれますが、家賃が2万円台なので、ムベなるかなといったところ、ムベムベ。ではリビングに行ってみましょう。お引っ越しはあなたの理想不動産で。リビングめっちゃ綺麗やん。そうか、このお部屋、リフォームされてるんだな。ペールブルーの壁がとってもおしゃれ。キッチンや水回りはすべて、リビングの外に備え付けられているので、この6畳のリビングを、丸ごと自由に使えるのも、いいですよね。南向きということで、日当たりもバッチリですし、この部屋に家賃2万円台で住めるのは、神が与えた奇跡と言わざるを得ません。コンセントは2箇所、対角線上にありました。備え付けの小型冷蔵庫だけでは足りないので、大きな冷蔵庫を設置したいという方は、入り口のコンセント付近に、冷蔵庫を設置するの、終わりです。今私が立っている場所にベッドを置いて、左隅にテレビを置き、そこからテーブル、ソファーと置けばもう完璧。ちょうどペールブルーの壁のあたりに、ソファーが来る感じなので、ここはぜひともソファーの色も、壁にマッチするよう選び抜きたいところ。すでにブラウンのソファーをお持ちの方は、そのままで OK です。クローゼットは割合幅広で、服の収納には困らなそうです。ポールの上には棚があり、高さもあるので、物置としても活用できますね。私だったら、お部屋にこのぐらいの広さがあれば、一日中どころか、一年中余裕で引きこもっていられるんですが、皆さんはどうですか？リモートワークをしていて、お部屋から出る必要がないよ、という方には、魅力的ではないでしょうか。それでは最後にベランダに出てみます。目の前には、これまたおしゃれな佇まいの、アパートがありますね。今度はこのアパートも内見してみたいな。あ、そういえばこちらのお部屋を内見してる間、電車の走行音は一切聞こえませんでした。立川方面も奥多摩方面も、10分間隔で通過しているので、何本かは通過してるはずなのですが、気にならないということは、騒音対策はしっかり施されていると考えて良さそうです。今回お伺いしたのは、東青梅駅徒歩7分の、東京で今一番コスパがいい家賃2万円台の謎物件。間取り図がこちら。家賃2万円台。まあ共益費加えれば3万円なんですが、それでもなかなかのインパクトじゃありませんか？この安さで、ちゃんと一人暮らし用の、設備が整ったお部屋に住めるんですから。おまけに敷金、礼金なしなので、引っ越し費用さえも最小限に抑えられますよ。今後、これほどの激安、家賃で設備の整った物件が、都内で現れるかどうかは謎ですが、弊社としては、まだ見ぬ激安物件を求めて、リサーチを続けていきたいと思います。今日の動画も面白かったよ。ためになったよという方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。生活する姿をよりイメージしやすい穴場物件は、公式インスタグラムで紹介していますので、物件好き、妄想好きの方はそちらも、チェックしてみてください。本気でお引っ越しをお考えの方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。